きますよ。マイスマイスバボラリオ。綺麗でましたね今日も動きが。大丈夫でした。大丈夫です。マスキャンどうですか。いや綺麗でました。綺麗でした。綺麗でした。よかった。いいと思います。ランニングマン伝わりましたかね。はい。ね、はい、もちろんですよ、はいはい、それしかないですよ、はい、今のですよね、オリジナルダンスではないんですけど、はいもちろんはい、なぜランニングマン、はい、なぜかというと、うん、今週は番組内のバモラリオで特集しました、はい、レスリングの高谷壮亮選手の放送に入りきらなかったこぼれ話やってましたからね、高谷選手、はい、ランニングマン ね、パフォーマンスで、はい、それは何のことなんですか。違いましたね、今ちょっと違うかもしれませんよ。はい、はい、もうあのこぼれ話をご紹介できればと、うん、どうでした、はい、ご覧になってあの企画いかがでした。いや本当にその兄弟の絆っていうのを感じましたね、うん、でまたねそのチームによってはなかなかその兄弟選手同士をその大会に派遣するってしてくれない場合もあるじゃないですか。ですから、はい、そういったものを含めてね、うん、なんかすごくその選手を大事にしてるなという感じがしましたね。いや素晴らしいです。で終わった後涙したでしょ。してました。あんなに明るい選手が涙したっていうのは、あれはプレッシャーを相当感じてた証拠だと思いますし、そうですよね、これはもうコーチよりも逆にまあ兄弟が近くにいたんで、はい、いい結果が出たのかなという気もしますね。そうです、素晴らしい、はい、そしてその怪我を乗り越えて見事リオの出場権を獲得した高谷選手なんですが、うん、初めて出場した2012年のロンドンオリンピック、その時は1回戦で敗退をしていて、まあ、とても悔しい思いを味わっていたそうなんですが、はい、それ以来続けているあることがあるんですね、はい、こちらをご覧ください。こちらは高谷選手のご自宅なんですが、高谷選手机に向かって何かしていますよね。でも随分何もない感じがしますね。机、ね、しかない感じですね。実はご覧ください、高谷選手ロンドンでの敗戦以降毎日日記をつけていたんですよ。日記か、はい、松木さん何が書いてあるんですか、ね、いや、やっぱりあれじゃないですか、プレーのことも引かずに落とすとか、はい、うん、その、 あの詳細がちょっとこちらに出ているんですが、見えますかね、はい、あ前に押し返してくる、引かずに落とすとか、こうそうですね、このだからこう赤でこう囲ってあるところはむしろそのプレーの部分 で、ね、そうですよね、で上が多分その日 その自分の、まあ、日程であったり予定であったりしたことであったり、七夕だがあいにくの曇りとかいいじゃないですか。すごい、なんか本当にじゃないいいですね。虫歯全部治ってよかった。いいですね。いや大事ですよ、虫歯治す大事ですよ、ね、うん、これを書いてるんですね、うん、これ文字にするってどうなんですか、アスリートにとって、ね、これやっぱり大事でしょうね、うん、結構その選手っていい、まあ、一喜一憂で、はい、いい時悪い時をその時は感じるんですけども、なかなか思い出すのが難しかったりするわけです、うんうんうん、ですから、まあ、あの悪い部分っていうのは結構残るんだけども、いいものってパッと忘れちゃったりしますから、逆に、ね、あのいい時はこうだったなっていうのを残すにはすごくいいでしょうね。まあ、サッカーなんかはあのサッカーノートなんてありますから、はい、あの自分のいろんな思いを書いたり、あとはプレーのことを書いたりっていうのはこれはすごく大事だと思うんですよ、ね、それでこう染み込んでいくね、自分にそういうところがあるのかもしれませんが、はい、あの高谷選手には大事にしている言葉があるそうなんですね、うん、それがこちらです、ね、栄光に近道なし。これが高谷選手大事にしている、なんかこうまさにっていう感じでしたね、怪我乗り越えて苦しい思いして、ね、まあ、あのスポーツ選手はまあ言葉は違いますけども、いろんな意味で、まあ、本当に一歩ずつやっていかないとダメだよという部分をですね、言葉にされている方ってたくさんいらっしゃいますから、はい、まあ、その一つだと思いますよね。楽してね、栄光はないということなんでしょうけれども ね、積み重ねは、ね、大事だ、大事だということですね。松木さんどうですか、はい、ちなみに大事にされてた僕は、ね、言葉、まあ、まあ同じような感じなんですけども、その自分の実力を嘆くより自分の努力を悲しめと、実力を嘆くより今出た結果を、はい、って嘆くより、うんうん、自分の努力を悲しめ、もっと練習できただろうという、そういう、すごい、なんか鳥肌が立つ、いい言葉ですね、すごい。僕ね、中学の時にね、そのね、なんかこういうこう書いてある紙をね、たまたま見つけて自分の部屋に貼っといたことがあったんですよ。確かにその結果そのものばっかりね、そうなんです、嘆いちゃう、なんでだって、なんでだと思うけど、まだまだ足りないんだって、まあ、あの言葉を変えただけなんだと思うんですけども、やっぱり同じような意味合いがあるんじゃないかなと思いますよね。高谷選手、これ言葉もそうなんですけれどもね、うん、あのもう一つ大事にしているものがあります、はい、こちらです。
猫ちゃん。はい。あ、猫。猫ちゃんグッズ。これね、すべて私物なんだそうで、さらに、うん、高谷選手のバッグにはもうまた猫ちゃんがついてるんですよ。ね、猫のグッズを30個以上持っている。おね、そんな可愛らしい一面がありますよなんていうことじゃないんですこれ。実はね、アスリートらしい、レスラーらしい理由があるんですよ。猫。猫ってどんな体勢から落ちても背中をつかないんですよ。でレスリングは背中をついたら負けな競技なんですよ。だからその験を担ぐっていう縁起物っていうような、こういう理由があってね。いやーそうか、猫、ね、そうですよ ね絶対背中つけないって、確かにそうですよ、ね、レスリングもねつけたら終わりって、やっぱり験担ぎですよ ね面白いですね、こういう発想もね、はい、で松木さんはどうですか、何か験担ぎとかって、だから点取られるのが嫌だったり、はい、そのディフェンダーですから僕は絶対抜かれるの嫌だから、どんな状況でもこう俺人を抜かさせないような感じで、いつでもですか、いつでも、あ、生活の中で、はい、歩いてくるとこう逃げていくみたいな、うん、生活の中で、まあ、ちょっと来てみてください、こんな感じですね、いや抜かれないですね、おかしい、抜かれないですね、抜けないな、確かに、それ確かに体に染み込みそうですね、そうです、まあ、そうやってみたり確かこうやってね、ずっとこう前見ながら後ろ下がったりとかね、そうですね、ずっとしてるわけですもんね、あとはもう絶対ゴール入れさせないとかね、やっぱり嫌なんですね、練習の途中でもこうコロコロってきたら嫌なんですか、いや、まあ、それいいじゃないですか、だって別に練習だから、まあ、練習だからいいってもんじゃないんですね、やっぱりこだわりがあるんです、高谷選手、こういろんな面があってすごく面白いですよね、いや楽しみです、強いし面白いし、はいね、はい、これからも注目です、ちょっと追いかけたいなとか、はい、兄弟ね、いいね、いいですね、いい兄弟だな、はい、東京応援宣言、毎週土曜深夜0時15分から放送しています、うん、ぜひご覧ください。